今回はゾピクロンについて解説します。有名な商品名はアモバンです。お話しする内容は1効果に特徴です。1効果、寝つきを良くするために飲む薬です。なかなか寝つけない人に向いています。目が覚める覚醒に働いている神経活動を抑えることで眠気を促す効果があります。ゾピクロンの効果の詳しい話をすると、脳の中の抑制系の神経伝達物質である GABA, ギャバンの作用を強めます。結果として催眠作用を発揮します。一般的には1日1回寝る前に飲みます。最大量は1日 10mg です。高齢者や肝臓の機能が落ちている人は少量、少ない量から開始することが多いです。寝る前というのは大体ですが、寝る30分くらい前が目安です。寝る準備をするときに飲むとちょうどいいかもしれません。 に特徴。飲んでから効き目が比較的早いのが特徴的です。比較的多い副作用は眠気やめまいです。また、翌朝に眠気が出たり、集中できなかったりすることがあるので、そういった時はすぐに教えてください。そのため、翌日の自転車や自動車の運転などは十分に注意してください。もしも食事をしていて味覚がおかしいとか感じる時は必ず教えてください。 人によっては苦味を感じることがあります。気になる時は相談してください。また、噛んで飲んだり、潰して飲むと苦味を強く感じることがあるのでやめてください。一部の緑内症や重症筋無力症の人は飲むことができません。動画のご視聴ありがとうございました。ぜひ、グッドボタンやコメント、チャンネル登録お願いします。田舎の薬剤師チャンネルは薬の説明が聞けて 質問できるチャンネルですさらにリクエストもできてメンバーシップでは優先的に返信し薬以外のことや個人的な健康相談も可能ですとりあえず無料のチャンネル登録はとてもおすすめです一番そばであなたの健康を応援したいと思っていますお大事に